指揮官、こうして一人で待たされるのもまた試練だ。率直に申すが、このドレスと玉座は私にふさわしくないな。聖人の名を預かるとて、私は一介の戦士に過ぎない。あなたが気に入ってくれるというのなら、それもまたよしか。今の私は、そこまであなたの視線を引きつけているのか。その目は、いや、嫌いではないが。仲間たちの仲裁か。では少し失礼させてもらう。彼女たちの話をちゃんと聞いてからだ。この艦隊を導く者として、指揮官、この席はあなたが一番ふさわしい。武器なら手の届くところにある。戦うことを望まれればいつでも出動できる。指揮官、ご自重を。指揮官、神のおぼし召しではないが、海軍部より新たな任務が通達された。報酬か。いいものではあるだろうが、興味はないな。指揮官、この手紙は開封しなくてもいいのか。彫刻のようにここに座り続けることより、戦場に出て槍を振るうことこそ私の望みだ、指揮官。指揮官、委託に出かけた戦友たちが戻ってくるのが見えた。では誓おう。あなたの喜びは私の意志。あなたの勝利は私の栄光。あなたのそばは私の帰るべき場所。あなたのそばに私を使わした神に感謝しよう。私の指揮官、私の恋、そして私の光。